天津の爆発で台湾人ビジネスマンとその家族が被災地から避難しました。最大被害額が58億円に達した台湾企業もあるとみられます。現地メディアが掲載した写真では、爆発の中心部は大きなクレーター状の様相を呈し、周辺は焦げたコンテナや車などが散乱しています。台湾のある物流会社は、爆発中心部から500メートルしか離れておらず、工場内の8000個以上のコンテナが燃やされ、原状復帰には最短でも半年はかかるようです。因为在灾区旁边，它的数字还没有办法去厘清出来。那我们估计最少都是两三亿啊。目前没有办法针对哪一个部分去追讨，因为事故原因，天津市政府官方回答还没有厘清楚。台商住在这四个小区之内的，我们现在都赶快撤离，大概30位不到，20几位吧。現在被災地からもすでに数千人が避難しました。爆発現場に現れた700トンの青酸ナトリウムの汚染問題については、当局側からは今のところまだ説明がありません。一方、台湾の大手電子メーカー、デルタエレクトロニクスの発表では、天津にある工場は爆発現場と 1.5 キロしか離れていませんが、工場の自動車用パーツの生産ラインは、すでにタイに移されたため、現在工場は稼働しておらず、スタッフには怪我もなく、会社運営にも影響はないということです。新唐人テレビがお伝えしました。